冒頭のティンパニーは装飾音符が出てきます。それから A に入る1小節前でスフォルツァンドが出てきますけれども、テンポよく A に入れるようにしましょうね。小太鼓の説明をしましょう。このマーチ、テンポが138ととても速いですよね。このテンポの中でまずは軽快にリズム、そしてロールが刻めるように練習しましょう。メトロノームに合わせてまずはロールの切り替え、ロールとリズムの切り替えの練習をしてみたいと思います。このぐらいのテンポですと回転がちょうどいいのが3連符ぐらいとなりますよね。でも3連符でロールをすると、私たち打楽器の場合は右手左手といくと、1拍分のロールだと次の手が左手からになりますよね。そのあたりとても難しいところですけれども、まずは曲を演奏する前に基礎練習をしっかりやりましょう。それから楽譜にある小節を少し抜き出してメトロノームで何度も何度も繰り返し練習することもとてもおすすめできますよ。まずは中間部トリオの F を演奏してみましょう。ロールをたくさんギュッと入れた演奏と、曲に合ったロールで演奏したものと2種類演奏してみましょう。こちらのロール、中にギュッと密度を入れた形になってますよね。トリオのところはもう少し柔らかい音で演奏したいですよね。いかがでしょうか。ロールの密度でかなり、雰囲気が変わりますから、よく研究してみてくださいね。まずはどのようにやるか、計画を立てて、それで練習を積んでいくと良いと思います。さあ、それからもう一つ、愛からの演奏もしてみましょう。こちらの場合はロールの部分に16分音符2つ分の手数を入れます。タッタラタッタラタッザザタッザザと、このように演奏すると音楽が推進力前に進むようになりますよね。これよく見かけるのが、片手でロールをしてしまってなんとなく後ろに進んバックしてしまうような演奏をよく耳にします。こちらもよく研究してみましょうね。大太鼓について説明しましょう。大太鼓はマーチの第二の指揮者と言われてますよね。バンドについていくのではなくて、バンドを引っ張るイメージで演奏しましょう。まずよく見かける大太鼓の叩き方で演奏してみたいと思います。このような演奏よく見ますけれども、マーチというのは行進曲ですよね。行進するための曲ですから、もう少し大太鼓の粒が明確に見えるように演奏しましょう。まずこのマレットで演奏するときには、真ん中を叩く。それから四分音符で楽譜が書いてあっても、八分音符のようなイメージで左手でうまく音のコントロールをしましょう。叩いて8分音符で止める。16分音符で止めても大丈夫ですよね。じゃあちょっと、真ん中を叩いて左手で
音処理をしながら演奏してみたいと思います。はい、先ほどよりはクリアになりましたよね。ただまだ重さがありますね。これは右手の叩き方です。今の叩き方はダウンといって、このように重みをかけてドンドンと表の皮裏の皮としっかりと鳴らした叩き方でした。これを表の皮だけ叩くようなイメージで、少しアップ感覚で、このような感覚で演奏してみましょう。違いますよね。それからもし学校にこのように大きなマレットしかない場合は、バチの角度を変えることでもっと輪郭を見せることができます。ではバチを少し立てて先の方で演奏してみたいと思います。もし学校にもう少し小さなものがあれば、そちらの方がこのマーチは向いているかもしれませんね。もちろん曲の頭でこれを使って途中で変えても良いと思います。頭の小さなマレットで試してみましょう。このようにバチ、それから叩き方で音質がだいぶ変わりますよね。研究してみてください。続いては合わせシンバルです。まずはシンバル、音を確かめてみましょう。このように左右の音が違いますよね。高い方の楽器を右手の方に持ってください。それから時々こういう人を見ますよね。はい、これは空気の逃げ場がなくて音が鳴らなかったということですよね。必ず構える時には左右のシンバルをずらして、とこのように演奏します。持ち方は楽器をしっかり支えられる持ち方で演奏しましょう。まず曲に入るまでに楽器を持って基礎練習します。いろいろな叩き方、いろいろな音量で演奏しましょう。楽器と仲良くなってから曲の練習に入ることをお勧めします。さあ、それでは B のシンバルについてです。こちらの方はいろいろな記号がついていますけれども、まずは楽器でやる前に手で楽器を持ったイメージで演奏してみましょう。このようにまずは手拍子で演奏してから楽器で、シンバルは重くてとても扱いにくい楽器ですけれども、ぜひ毎日少しずつ練習をして仲良くなって、自分の出したい音が表現できるように頑張ってくださいね。
ホルテ・フォルティッシモというようなところで、バンドに輪郭を与えるようなところは音色をよく考えて演奏しましょう。また刻みの時にはホルテ・フォルティッシモなどと大きな強弱で、書いてあってもバンドの邪魔にならないように伴奏なんだということを意識をして演奏することをお勧めします。105のシロフォンはトリルとなってますよね。で、トリルは下の音からかけますけれども、ここのところ手順、右手の方から演奏すると演奏しやすいです。このようにマーチですから軽快に演奏しましょうね。